送信少女まといは、ホワイトフォックス制作による日本のテレビアニメ、2016年10月から12月まで放送された。最終回の翌週には特別編、ユマチン、まとめました。何も着てなくて、夏が放送された。同年7月14日に第一弾 PV が公開された。ホワイトフォックスにとっては、 初の完全オリジナルアニメとなる登場人物のデータは月刊少女まといより神をまとってナイツと戦う少女たち。作中では彼女らを送信少女と呼ぶことはなく大魔少女やまとい、はじめの巫女と呼ぶ天海神社国際犯罪対策条約機構。通称はイヤと主にナイツの調査及び対策の立案を任務としている。 イタリアにあるバチカン直属の秘密専門機関。主に、悪魔バライト、ナイツの調査及び撃退を任務としている。ここではアニメで品質する用語を説明する。月刊少女まといのタイトルで3ヶ月連続刊行。インフィニットショップで販売。スワヤカと、大空直美の、送信少女まといラジオ。 公式 YouTube チャンネルにて2016年8月7日から2017年1月29日まで日曜日23時に配信されていた番組。9月25日までは不定期のプレ配信で、同年10月2日から12月25日までは KBS 京都ラジオでも日曜日22時30分に放送された。パーソナリティは、スワ彩ヤカと大空直美。 本放送は最終回を除く14回で YouTube 公式チャンネル版のみ、ラジオ本編の間に、スメラマトイ、草薙ゆまの掛け合いで構成された短編のラジオオリジナルドラマが挿入されていた。ありがとうございます。